皆さん、こんにちは。国内 FA 権を保持し、去就が注目されていた広島東洋カープの西川龍馬選手、ギリギリまで悩んだ末、13日に FA 権を行使する意思を固めたことが分かり、締め切り期限となる14日に広島球団に書類を提出しました。最後まで悩んだが、違う野球がしてみたい気持ちが大きかったと決断し、他球団への移籍は決定的となった西川選手。果たしてどの球団が獲得に動くのでしょうか。そこで今回は西川選手の去就についてご紹介していきます。ジップが歴史好きであることから、坂本龍馬にちなんで龍馬と名付けられた西川選手、敦賀気比高等学校社会人野球の王子製紙を経て、2015年にドラフト5位で広島に入団します。1年目から開幕1軍を勝ち取ると、2年目には98試合に出場。ただ当初は内野手でしたが、守備に難があり、この年は三塁手では最も多い17失策を記録。その背景もあってか、内野手登録のまま2019年から外野へと挑戦します。するとこれが功を成したのか、シーズンを通じて好調を維持し、1軍公式戦には138試合の出場で、プロ入り後初めてリーグの規定打席へ到達。打率こそ3割へわずか届かなかった、2割9分3厘ものの、プロ入り後初めてのシーズン2桁本塁打を記録しました。以降は内野手登録のまま外野を守りつつ、そのままレギュラーに定着。3番や4番などクリーンナップの一角を務め、昨年は怪我の影響もあり規定打席未達ながら、打率3割1分5厘、10本塁打、 OPS822 の成績を記録。今季は右脇腹負傷による離脱もありましたが、109試合でリーグ2位の打率3割5厘9本塁打56打点をマーク。5年ぶり A クラスとなる2位に躍進したチームの打線を支えました。西川選手は国内 FA 権については昨季中に取得していましたが、同年オフは気分悪くなるくらい考えた、決め手は新井さんと、権利を行使せず残留を決断。年俸1億2000万円で単年契約を結んでいました。しかし今季再び熟考を重ね、ついに行使することを決断。野球、とりわけ打撃への探求心に素直に従う形となったそうです。行使後の残留の話は出ていないようで、対談は決定的と見られています。西川選手は高い打撃力とズバ抜けたミート力、卓越したバットコントロールを持ち味としており、見逃せばボール球であるワンバウンドやインコース高めの球を安打や本塁打にするなど、その打撃センスから天才と称されています。走力も兼ね備えており、50メートル走のタイム6秒0を記録。さらに4番を打てる外野手ということで、非常に高い需要が見込まれています。そんな西川選手ですが、果たしてどこに行くのでしょうか。まず西川選手は悩み抜いた中で頭から離れなかったのは、パリーグで野球がしてみたいという気持ちだったそうです。セリーグへの移籍は頭にはなく、3度に及んだ広島との交渉や新井貴浩監督との会話でも、若いうちにいろんな引き出しを増やしたいと心境を伝えたといいます。実際会見でも、セリーグに行くことはないので、それも言いました。セリーグなら正直行く意味はないと思っているので、行くならパリーグでやってみたいですと。やっぱり瀬戸パでは野球が違うので、少なからずパの野球に興味があった。野球人生は短いので、そっちの方でもプレーしたいと、と話しています。なので移籍するならパリーグになることは確実と見られています。そして現在西川選手の獲得調査を行っている球団はオリックスとホークスの2チームです。オリックスは昨年吉田正尚選手がメジャーに行き、大きな穴が開きましたが、森友哉選手を獲得し、頓宮選手の飛躍もあって穴埋めに成功。とはいえ外野に絶対的といえるレギュラーがおらず、クリーンナップも怪我の影響もありましたが固定できていませんでした。さらにオフには山本由伸投手がメジャー行きを表明、山崎福選手も FA 権行使したため、自慢の先発陣が2人抜けることは確実視されています。一応これでも投手陣には計算できる投手が多くおり、次々と成長を見せていますが、戦力低下は免れませんし、競った試合で足元を救われる可能性もあります。そうならないためにも打線を強化し、少しでも投手の負担を減らすというのはありかなと思いますし、補強ポイントとしてはいいと思います。
また西川選手は大阪出身、地元でもありますし、何より3連覇中のチーム広島でも優勝経験はありますが、パリーグでももちろん優勝したい気持ちはあるでしょうし、そういった意味ではオリックス行きの可能性は高いかなと思います。また西川龍馬の実家が京セラドームの近くらしく、阪神5億でオリックス5000万でも降りに行くと発言していることから、オリックスへ移籍することがほぼ確のような気がします。一方のホークスも王者奪還へ向けて本気の補強に動くと思います。マネーゲームとなればホークスに軍配が上がる可能性は高いでしょう。ホークスは今季近藤選手を獲得し、打線の強化に成功。しかし投手陣が崩壊し勝ちきれない試合が多くありました。また外野陣で見ると今季は近藤選手、柳田選手、周東選手が主に務めましたが、柳田選手は年齢を考えるとそろそろ指名打者での起用も視野に入れたいところ。ホークスは指名打者枠が今季空いていたので入れ替える形で起用することは可能だと思います。とはいえ再三言われていますが、ホークスは左打者が非常に多くいます。西川選手も左打者、これ以上左を増やしてもどうなのかという思いはあります。まあ基本的には近藤選手、柳田選手、西川選手の外野陣を形成し、巨人から獲得したウォーカー選手を指名打者に置くことを考えているのかなとは思います。周東選手は内野も守れますし、そう考えるとなかなかに恐ろしい打線になりますね。今のところ動きを見せているのはこの2球団ですが、外野が足りていない西武、ロッテも動く可能性はあります。ただ外から見た感じ、オリックスが今のところ最有力候補かなとは思います。西川選手がどこを大事にしているかにもよっては他の球団もありえますし、あとは交渉次第でしょうね。探求心に従い移籍を決断した西川選手、会見で広島の思い出を聞かれた際には、8年でしたけどすごく濃い時間でしたし、いろんな方にお世話になりました、でも意外とあっという間の8年で宣言すると言ったものの、先ほども常務と話をしていて寂しいなという思いが一番ですねとコメント。最後にファンに向けて、8年間超満員でいつも大きな声援をいただいていたので、すごく力になりましたし本当に感謝しています。来年はまだどこでやるかわからないですけど、変わらずカープの応援をしていただいて、僕も陰ながらチェックしていますし応援もしていますし、その中で僕も負けないように頑張りたいなと思いますと話しました。パリーグ一択で移籍を決断した西川選手、果たしてどの球団に移籍するのか、今後の動向にも注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。